アクションヒロインチアフルーツはディオメディア制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。TBS では2017年7月より9月まで BSTBS 他衛星放送においては同年10月まで放送された。ご当地ヒロインを題材とした作品であり、本編や予告には数々の特撮作品やアニメ作品などをネタにしたオマージュがふんだんに盛り込まれている。また、 サブタイトルも特撮作品やアニメ作品のタイトルをもじったものになっている。声優ユニットときめき感謝祭が全員出演している。全国各地で地域おこしのためのご当地ヒロインが話題となり、政府もその活動の女性に乗り出した世界。その流れに完全に乗り遅れ、唯一有名ご当地ヒロインがいない、都道府県となってしまった万葉県。 その春名の市に住む高校生の少女、ジョーが、寝午前は、活気に乏しい街の現状を何とかしたいと常々考えていたが、ある日子供たちの前で大人気のご当地ヒロイン、超展開神田用のショーを手作りで演じる赤木安とキセミカモを目撃して二人に声をかけ、かねてから温めていた春名の市にご当地ヒロインを生み出す、春菜の市アクションヒロインプロジェクトを実行に、 移していく。学内の告知で集まった、緑川真菜と青山元気、午前の役に立ちたいと、いつも考えている黒木、道子を仲間に加えた午前たちは、神田用をオマージュした、ご当地ヒロイン、最強戦士梶田用のショーを実施する。安ズを、ライバル視する、志村カノンの妨害も受けたが、将来での激闘の果てに和解し、ある程度の注目を集めることに成功する。 しかし、その矢先に、神大王を要する、神有氏から著作権侵害の抗議書が届いたため、章は中止を余儀なくされる。午前はこれを好機と考え、真似事ではない春名の市オリジナルのご当地ヒロインを立ち上げる時だと宣言する。そのコンセプトについて、全員で意見を出し合った結果、春名の市の特産物でありながら死が宣伝に熱を、 入れていないフルーツを題材にすることが決定される。チーム名を、春菜屋を、フルーツで応援するという意味を込めた、チアフルーツに決めた午前たちは、元アイドルの青山祐希と午前に憧れる桃井は、釣りを仲間に加えると、春菜の市のご当地ヒロイン、聖火戦士ひなネクターを、そして春菜の市を全国へ発信するために奮闘する。春菜の市のご当地ヒロインを作って、 春名の位置を活性化させるために、午前が中心となって結成したアクションヒロインチーム。途中で転校してきたカノンを含め、メンバー全員が女子校の春名屋高校の生徒で構成される。ご当地ヒロインの演目は、聖火戦士ひなネクター。春名屋駅構内の廃止になったプラットフォームに、ステージを、線路後に、観客席を作って、活動拠点にしている。 神有氏のアクションヒロインチーム。演目の超展開神大王はご当地ヒロインランキングのトップに長期にわたり君臨し、全国的な人気を誇る。神大王は第1話時点で最終回を迎え、その後続編の超新展開神大王 RX が始まっている。ときめき感謝祭のときめきチャレンジは2017年3月1日から5月31日まで。 YouTube にて配信されていた動画番組。出演は、ときめき感謝祭とセクシー祭と、ヤングチャンピオンデッツにて、2017年ナンバー7からナンバーワン1まで連載。作者はあずせ。また、同紙に同時掲載された、チアフルーツ、春なや新聞にて4コマ漫画、チアフル。チアフルーツ日常編が連載。作者は同じくあずせ。チアフル。 は、同社のウェブ漫画配信サイト、チャンピオンクロスにて2017年8月1日から2017年11月7日まで再掲載された。リズムタップヒロインズ、アクションヒロインチアフルーツバージョンは、この作品の主題歌や劇中歌を使ったリズムゲームであり、2017年7月4日よりリキューによって配信された。ありがとうございます。